前半は14対0という、あ、第1クォーターですね、14対0というスコアでしたから、ここ第2クォーター、ここで立ち直ると第5で、雰囲気変わるじゃないですか。これより第2クォーターに入ります。ここで1本第2クォーターは攻守方向入れ替え、琉球ガーディアン、琉球ガーディアンライオンズ、はい、左から右に攻める形になります。さあサーダンドング、ボールオンは相手陣43ヤード、サーダン15。この裏を変えてのランカー、皆さんもね、どういう作戦が出るか。イメージ想像しながら観戦してください。さあ、ショットガン、通過するから。あーっと、これはコーナーバック先、しかもファンブルだ。誰がカバーだ。カバーしたのはここで琉球クォーターバック7番キュービーサックを浴び、そこでボールをファンブル。かろうじて味方が抑えておりますが、大きくロスです。いやー、がっつりプリッツも含めて、はい、プレッシャーがすごく入っていたので、オフェンスラインが追いつかなかったですね。はい、この、まあ、ディフェンスにとっての一番の見せ場というのが、このオフェンスラインの間を抜けてクォーターバックをサックすると、倒すと、あ、これが一番の見せ場になるんですが、感じたところでちょっと警戒ミスが出てしまいましたね。そうですね、まあ、どうしても長いサーダンロングのシチュエーションだったので、はい、まあ、パスプレーかなとディフェンスが呼んでですね、そうですね、はい、思い切ったディフェンスに仕掛けてきましたね。そして今、選手が痛んでいますね。倒れております。パンドラ運ばれてきました。大丈夫でしょうか。ドラゴンの選手、肩移動してみんな祈っておりますが、ダブルバットボールの場合、こういった時にですね、大きな怪我にならないようにと、あ、どうやら立って出ていけるようですね。肩を借りながら選手が出ていきます。どうぞ拍手を送りください。まあ、やはり怪我というのはね、ドラゴンのところは、つきものになってしまうんですけれども、そうですね、例えば2人で上下に分かれてブロックタックルいってはいけないだったりとか、頭部に、直接ヒットを当ててはいけないだったりとか、そういう細かいルールがしっかりされてますので、まあ、危険なスポーツというイメージはあるんですけど、しっかりルールを守れば、はい、まあ、しっかり真摯なスポーツといいますか。琉球ガーディアンライオンズ、フォースダウンロング、パンフォーメーションを選択します。パンター7番藤原、これで陣地を回復できるか。さあ、パントになります。おっと、ちょっと流れてしまいました。あ、確かに転がり方が良かったですね。そうですね、ラッキーな転がり方として、このパント逆風となりましたが、相手陣35ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。ちょっと点取らなかったのはまだ作りたかったですね。そうですね、ちょっと1回ではあったんですけど、少し流れをつかめたのは良かったかなと思います。ディフェンスも休む時間がありましたので。そうなんですよね、攻撃があっという間に終わってしまうと休めないんですよね、ディフェンスの選手がね。そうですね、沖縄ドラゴンズ自陣36ヤードからファーストアンペン、すぐバテバテになっちゃうので、なので最後のポゼッション、どれだけ試合時間を使っているかというのがアメリカフットボールの非常に大きな要素になりますよね。沖縄ドラゴンズ1回目の攻撃となります。バランスよくっていうのがチームとして一番重要かなと思います。さあ、ドラゴンズファーストダウン、ショットガンから右にパス、あ、しかしこれパス未成功、パス失敗です。なかなかディフェンス寄せ早かったんじゃないでしょうか。ここでドラゴンズサイドライン際へのパスを投げましたが、このパスは低すぎ、パス不成功です。鋭い出足でプレッシャーが出ましたね。攻撃権一つ喪失し、セカンドダウンと変わります。まあ、ディフェンスライン、ファイニング第2選手ですね。この手紙が出てしまいましたので、僕の逆に本日のフィールドにはゴールポストが存在しません。したがってキックによる得点はありません。ローカルルールでタッチダウンおよび2ポイントコンバージョン、セーフティーのみの得点となります。さて、セカンドダウン、ドラゴンの攻撃が始まります。ほとんど進んでないですね、セカンドダウン10。沖縄セ、沖縄ドラゴンズセカンドダウン10。さあ、今ちょっとドラゴンズは思うようにプレーができてる感じですね、攻撃に関して。そうですね、しっかりライオンズのディフェンスがアジャストしているので、なかなか今プレーができてる
ません。クォーターバック左に流れて、まあ、そのまま自分で持った走っていきます。ランプレーです。アウトバーンス。クォーターバック11番パスを投じようとしスクラム約5ヤードのゲインをしております。あの非常に今コーナーバックのカバーがしっかりついていたので、パスを投げれずスクランブルしたという。走りました11番、ね、イレブンは本来であればパスプレーだったはずなんですが、ジェイデン・ガーシアコーターバックマークしていたということで投げられず、その場合コーターバックが自分の判断で沖縄ドラゴンサーラン5スクランブル、サーラン6に訂正します。これもまでも判断がどこでできるかというコーターバックの非常に大きな要素ですね。そうですね、それがボールオンは自陣41ヤード違うかで変わってきますので、ですね、はい、冷静で判断できるかどうかというのが大きなポイントになります。さあ、サーダーズ攻撃になります。モーションから中に入れた、何かよく止めた、しかしこれはタックルかわされて、あっとキャリア1番タックル外しながらヒアリオープンに展開、しかしここでイエローフラグ反則が発生しています。キャリアはナンバーワンジャスティン・ガストン。ホールディングですかね。オフェンスの反則です。オフェンスペナルティーホールディング。相手選手を捕まえていました。ボールを持っているチームは相手選手を捕まえてはいけません。10ヤードの抜体となります。危険なプレーに、それに対して罰則という形で、これは5ヤードの罰則ですね。5ヤード戻されます。サードダウンセブン。沖縄ドラゴンズサードダウンセブン。いくぐらいあるでしょうか。さあショットガンから右に3枚とフェイクを入れて、あっとフラッグが出ました。そのままパスです。一気に通ったロングパス成功。パス成功。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。ホールディングですかね。オフェンスラインホールディングですかね。オフェンスラインは掴んではいけません。チェイスマッシュでした。チェイスマッシュですね。はい、チェイスマッシュです。まあ、これはオフェンス、ディフェンスともにオフェンスの反則です。フェイスマスク相手選手のフェイスガードを掴んだという反則です。この反則は危険な行為として重大な反則に扱われます。したがって15ヤードの抜体オフェンス、ドラゴンズ15ヤード抜体しサーダウンやり直しとなります。そうです、本当によく見てますよね。失礼しました、軽微な反則として扱われます。したがって10ヤードの抜体として扱われサーダウン17と変わります。そうですね、ロングパスが通ったんですが、このロングパスを帳消しにしてしまうファールが沖縄ドラゴンズサーダウン17。攻撃変更審には17ヤードの前進が必要ということになります。ここはパスプレーか、フェイクを入れてパスプレーからスクリーンパス、ナイスブロック、琉球ストップ。ましたベースのインプレーでした。そこでコーナーバック11番ワイドレシーバー2番へのスクリーンパスを展開しました。しかしこれは琉球がタックし攻撃変更審に至らずフォースダウンに変わります。ターゲットとなりました2番はケイム・マホン、パスを閉じましたのはイレブン、ジェイソン・ガーシア。さあということでフォースダウンに変わります。ドラゴンズここはパントということでパンターが出てきましたね。そうですね、沖縄ドラゴンズ初めて沖縄ドラゴンズフォースダウン40ずっとパンフォーメーションオンチョイス。これはガーディアンライオンズとしても大きなプレーになりますね。そうですね、このパントリターン注目ですね。しっかりリターンして自陣を回復させてほしいですね。さあどこまで戻せるか、次の攻撃に大きなリターンとなります。ここでホイッスル、ホルススタートですね。イエローフラッグ反則が発生しています。ラインセットした後動いてはいけません。ボールが出るまではラインが動いてしまったようですかね。これでまた5ヤードバッタリフォルススタート、オフェンスのペナルティー、不正なスタートを切りました。オフェンスは揃ってスタートをしなければいけません。5ヤード抜体しフォースダウンをやり直しです。
分かるけど、ここから見てよく動いてるの分かる。そうですよね、うん、誰がどう動いたんだか分からないんですけど、ライン控えミスをしてしまうとボールが出るまで動きはできません。ボールスタート、沖縄ドラゴンズ、フォースダウン90。さらに、龍宮ガーディアンライオンズにとっていい時期になりました。パンツフォーメーションチャスですね。さあ、リターン期待ですね。さあ、パターがバウンドして高いパントになりました。まあ、これはそのパントのバウンドですね、出てしまいました、ね、このパントはサイドラインが回りました。まあ、しこの時点から攻守交代となります。まだいい時期からの攻撃になりますね。琉球ガーディアンライオンズファーストアンテン、非常に得点の狙える、はい、機会は絶好の機会かなと思いますね。これはね、見てみます。ガーディアンライオンズハーフウェイからファーストアンテン、フィールド中央からの攻撃となります。実際に出たところということになりますので、空間的に出たところがこの位置ということで、かなり琉球ガーディアンライオンズにとってはさあ、ここはオフェンスぜひタッチダウンに結びつけてほしい。大事なファーストダウンです。さあ、右にパス、パス成功。クォーターバック7番ワイドレシーバー2番にパスを通しまして約ドラゴンズの8ヤードのゲーム。これ通りましたね、コンピューですね。パス成功です。ターゲットは2番ジャケル・ジョンソン。ファーストダウン更新、成功権更新、ファーストダウン。パスが決まってなかったので、そうですね、はい、ランプレーは、ね、出てたんですけど、このパスプレーでファーストダウン取れたのが大きいですね。1回で10ヤードを獲得すると、ま、そこからジャケル・ジョンソン、ファーストダウンを獲得しました。琉球相手陣40ヤードからファーストダウン点、攻撃権更新には10ヤード、得点を上げるまで40ヤードの前進が必要です。このシチュエーションを一発狙ってもいいんじゃないですかね。多く行きますか。はい、2人かなと思います。一番手前の新庄選手にパスに行きます。ディープゾーン、パス不成功。パスを通したターゲットは0番新庄、あわやキャッチ仕掛けましたが、これは弾き出され、パス不成功とされました。パス失敗、セカンドダウンに変わります。パスインターベイドのまたラップレーということなんでしょうか。おそらく新庄選手と競り合っているタイミングでボールリプレイしてなかったというところを、ディフェンスに反則ありました。ディフェンスバックの選手はですね、ボールを見ないで、選手にワイドリシーバーパスをが浮いている間に不要な接触があった模様です。反則発生地点まで前進、したがってパスインターフェアの判定です。大きく前進し、琉球ガーディアンライオンズファーストめちゃくちゃ大きいですね。エンドまで25ヤードですね。ガーディアンライオンズ相手陣25ヤードからファーストアンテン、ここで中央ダンプレー、いいランが出ました。まだこれでイエローフラグ出ましたね。さらにここでイエローフラッグ反則が発生しています。フェイスマスク、ディフェンス、ディフェンスペナルティ、相手選手のフェイスガードを掴んでいました。これによりさらに残り距離の半分の罰則となります。したがって大きく前進し、ファーストアン、琉球ガーディアンライオンズ相手陣深くに入っての防衛権です。ファーストアンテン、実は意外とこのまま10ヤード取りにくいんです。なるほど、国立がなくなってしまうのでコスが低くなっちゃうということですよね。そうですね、そうなんですね。ここでタイムアウトを取ります。エンドゾーンまでの間はネットゾーンと言います。まあ、いわゆる得点、沖縄ドラゴンズ前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。ディフェンスでタイムアウトを取ることは本来は望ましくありません。しかし沖縄ドラゴンズ、ここでペースを取り戻すため一旦ここでタイムアウトで時間の間を取ります。先ほど中本さんからもありましたが、映像では北陸がなくなってしまうので、次は非常に守りやすくなります。まだしやすくなります。
ここは石野さんだったらもう中央突破で、そうですね、がっつり走るんじゃないですか。がっつり走りたいですけどね。でも今パスもいい感じなんでね、もしかしたらあのまたパスで8対9狙うかもしれないですね。琉球ガーディアンライオンズファーストアンドゴール残り9ヤード。ここはゴリゴリ進めるか、それともまずパスを狙っていくのか。さあ琉球ガーディアンライオンズエンドゾーンまで残り9ヤードです。1回目の攻撃、ファーストダウンです。ファーストアンドゴール、ここでホイッスル、オフェンスのペナルティ、フォルススタート、不正なスタートを切りました。揃ったスタートにならなかったため反則です。5ヤードバッタイ、ちょっと焦ってしまいましたが、そうですね、まあ、レシーバーがおそらくドロスタートしたかなと思うんですけど、まあ、しっかりスナップを確認してから出たのがまだ間に合いますので、そうですね、焦ることはなかったかなと。ただ先ほどの、ね、中本さんガーディアンライオンズ相手陣14ヤードからセカファーストアンドゥーゴール、ポジティブに考えると、そうですね、ポジティブに考えると奥行きができた、ゴールまで残り14ヤードです。1回目の攻撃、さあ、ファーストダウン15、中央のダウンプレー、キャリア6番、オフセンター付近を走り込み約4ヤード、3ヤードのゲインを果たしています。キャリア6番はタイレス、タイレスゲームのゲームランプレーで4ヤード出るというのはオッケー、取る状態のプレーになります。4ヤード、まあ、簡単に言えばファーストダウン取れるわけです。琉球ガーディアンライオンズセカンドアンドゥーゴール残り11ヤード。さあセカンドアウト11か、さあ外側から左に3枚右に1枚パスいきそうです。おーっと逃げられない。キュービーサーククォーターバック7番パスを投じようとしました。しかしこれを沖縄ドラゴンズ32番がチャージし、キュービーサーク、キュービーサークは32、キャメロンプレート、琉球ガーディアンラウンズ相手陣20ヤードからサードアンドゥーゴー、キックがないということはもう4回で残り20ヤードを残り2回の攻撃で狙います。あと2回で20ヤード、全員これはタッチダウンで打ち続けてほしいシチュエーションなんで、まあ、はい、また奇襲を仕掛けてくるかもしれません。沖縄ドラゴンズ守れるか、秋田ブリッジさん、あとファンブルコーターバックもらおうとした、それをカバーしたらドラゴンズカーゴー、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。ディフェンスに反則がありました。失礼、オフェンスの反則です。オフェンスのホーディング、これはですね、オフェンスラインからディフェンスラインを、この反則をドラゴンズは取りません。プレーを有効とし、ターンオーバー、攻守交代です。したがって攻撃権は沖縄ドラゴンズに変わります。ターンオーバー、沖縄ドラゴンズファースト、総裁ですね、オフセットのオールスター、はい、両方反則が出て、そうですね、ということはまたこれは琉球ガーディアンライオンズの攻撃ということですね。ドラゴンズ側に攻撃と飛行意見が出てきてますね、攻守交代ですね。ドラゴンズ自陣35ヤードからファーストアンテ、さあこちらドラゴンズの攻撃になります。右への乱攻撃、あ、これは出てしまいました、15ヤード、6ヤード、ファーストダウン、ドラゴンズファースト攻め込まれてしまいましたね。ハンドオフから右オープンへのランプレー、ま、ビーストボード今のディフェンスの選手相手タックル弾き飛ばし大きく前進してファーストダウンです。ちょっとまた怪我をしてしまいましたが、今担架が運ばれてきます。すいません、タイムキーパーさん今何分でしょうか。
タイムキーパーさん聞こえますか。今何分でしょうか。残り3分だそうです。ここで時計の調整をいたします。残り時間3分となっております。さあ残り3分、ここしのぎきれるかですね。ここで追加点取られて、この3分の時間が過ぎますと一旦ポジショニング、タイムアウトはリセットとなります。したがってここからは残り時間の以内に得点を上げることが重要な要素になります。まだまだチャンスはあるかなと。相手の攻撃を3回で止めることをスリーアンドアウトですね。それができるかどうかですね。ただまあ自陣に入ってきてるのでドラゴンズのギャング4回攻撃について考えた方がいいかもしれないですね。そうですね、そこもちょっと一定フォローしながらディフェンスを考えた方がいいです。さあパス右に出た、おっとこれはランが取れた。ナイスタック、しかしそこから先にまたフラッグが出ました。これは琉球ナイスアジャースト。ドラゴンズここでリバースプレーを展開しました。キャリア24番、しかしこれは琉球がアジャストしほとんどゲインなくノーゲイン。オフェンスのホールディングです。キャリアはドラゴンズ34カイル・ケスラー、まあはい、そしてここでオフェンスにペナルティー。センスラインとか、まあ、ブロックする側は避けて、タックルをするのホールディング、相手選手を捕まえていました。10ヤードのバッタイとなりセカンドダウン、ファーストダウンやり直しです。そこをうまくやれるかどうかっていうのもまた選手のスキルですね。今日の審判厳しいですね。ちゃんと見てますね。見てますね。素晴らしい。ジョイアードバッテ、これはねファーストダウンジョイアードバッテ、これ痛いですよね。はっきりですね。沖縄ドラゴンズ自陣、自陣に戻りましてファーストダウン20、ファーストダウン20。さあファーストダウン20ということになりました。9B ドロー10ヤード。おっとこれはいいランが出ました。これでクォーターバック9番 9B ドローにより約10ヤード15ヤードのゲイン。キャリアはナンバー9マイケル・ワトリー。4ヤードぐらい行きましたかね。セカンドダウンで残り6、セカンドダウン6になります。2ミニストーリーズタイムアウト。ここは沖縄タイムアウトを取ります。ドラゴンズ側のタイムアウトですね。さてとここの守備は非常に大事になってきますね。守り切れるか。そうですね、残り時間も少ないので、今0対14ですけど、はい、2回タッチダウンこれが追いつくので、ここ止めればまだあと2回タッチダウン取れば追いつきますので、ここ3本差になると厳しいですので、ディフェンス陣には頑張ってほしいですね。ただ琉球ガーデンライオンズもディフェンスの時間が長くなっているので、選手の疲労というのもね出てきますね。ちょっと、長いランが出てしまっているのはそういうところもあるかもしれないですね。そうですね。沖縄ドラゴンズセカンドアウト6、ボールオンは相手陣45ヤード、そして44ヤードに訂正です。さあセカンドアウトキックス、パスですか。ドロープレー中央突破です。パスに見せかけたランプレーを展開します。ここでイエローフラッグが反省しているようです。反則発生の判定を待ちます。フォルスタートですか。フォルスタート、オフェンスの反則です。5ヤードバッタイ、バッタイになります。沖縄ドラゴンズ戻されます。ライトセンターが動いた、セーナースタート、フォルススタートですね。厳しいですね、バッタイになります。沖縄ドラゴンズセカンドダウン11、ここはリビングアーディアナイズディフェンスにはかなり大きな挽回になりましたね。セカンドダウン11、11ヤード、
ストワンから左に3枚ワイドレシーバーセット、右に投げるふりをしてホーク行きました。さあこれは競り合いです。いやーパスは遅いと、パスインコンプリート、ロングパス一気に狙ってきましたね。ここで D2 のワイドパ ス、ね、しかしこのパスはオーバースロー、よくしっかりとディフェンスがカバーしました。サーダーに変わります。ですからずっとラッパーやってるとね、ディフェンスもそれを見越して前に集まってくるわけですから、次はやっぱり奥に1本投げるって大事ですね。そうですよね、本当にもう作戦どういう風に攻めるかってもう騙し合いですね。そうですね。さあサードダウン11、サードダウン11、まあ、これもパスシチュエーションということになりますが、先ほども言いましたが今回キックはないのでフィールドゴールがないため、まあ4回の攻撃自陣にドラゴンズサードを選ぶ、ここがかどうかですね。そうですね、ここを5ヤードで前に進めてパートという形もあると思います。そうですね、ここでドラゴンズタイムアウトを取ります。今の反則は何でしょうか。あ、失礼しました、ペナルティーです。あの12人いたか、それともラインオフェンスペナルティー5ヤードバッタイ、サーラン60、ずれてからかもしれないですね、後ろにね、7人がライン上にいなければいけません。さあちょっとは、あパスを抑え込む、高かったです。これはよく飛びましたね、これパントになるんじゃないですか。そうですね、ハーフライン、超えてます、はい、ハーフと3人に攻めて、ダイオン側にチャンスを与えるチームは与えないので、そのハーフ以降の選択になるかなと思います。さあフォースダウンどうするか、沖縄ドラゴンズ、あクォーターバック残ってるようですね。そうですね、フォースダウンギャンブルですね、これドラゴンズフォースダウンギャンブル4回目攻撃します。16アドの進化室よ、まあ、勝ってますしね、こちらドラゴンズアグレッシブなオフェンスですね、はい、パスで火を落としたままあっと達成にした、この右に流れる走りエンドゾーンまで、あここで止めるアウトバーンです。ギャンブル成功、ファースター、まあ、中央パスでした、いいパスでした、今のはここでドラゴンズ2度ゾーンへのパス、これを取ったレシーバーそこから右オープン展開、相手ディフェンス縫うように走り抜け、ファーストダウン獲得、攻撃権更新、沖縄ドラゴンズファースト、そしてあえてそのファインバッグ、そうですね、あーランサーキャッチ取った後のランを見越しての、沖縄ドラゴンズファーストダウン、ね、ボールを相手陣17ヤード、さあもうヘッドゾーン見えてきました、エンドゾーンとセブンティーン、ファーストダウンです。ちょっとあ、ちょっとボールを落とした、あそのまま拾い上げて、ここでホイス大丈夫でしょうか、ちょっと足を引きずってますか、今のは、ボールを落とした際に2ラウンド判定されました。先ほどのプレー自体がなかったものと判定されます。プレー無効とし、ファーストダウン10のリアンシュです。レディーフォープレー、準備が始まる前にプレーをしてしまいました、したがってプレー自体無効とし、ファーストダウン10の攻撃やり直しです。ちょっとレブリーの目の前にスタートしてしまったかもしれないですね。さあファーストダウンの攻撃です、ショットガンから、タッチダウン、ナイスパスですね、いやーディフェンス集まってた、ここでドラゴンズが2度ともに通したパスをサイドレシーは17番でしょうか、17番がキャッチし、そのままエンドゾーンに着地しタッチダウンです。ナイスプレーだ、ナイスプレーだ、タッチダウンで6点獲得、タッチダウンを決めましたのは沖縄ドラゴンズ17ジョーダンプレイヤー、ナンバー2のレシーバーが入り込んで、デザイン通りのパスが、いやー素敵ですね、沖縄ドラゴンズ、トライフォーポイント、ま
2ポイントコンバージョン、2点を狙います。これは手がひどくもない琉球ガーディアンライオンズ。タッチダウン、2ポイント獲得、2ポイントコンバージョンコンプリート。トキアドラゴンズ22点、琉球ガーディアンライオンズ0点。そうですね、これより前半が終了しました。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、琉球ガーディアンライオンズ0点、沖縄ドラゴンズ22点。沖縄ドラゴンズ3タッチアンリードで後半戦に移ります。これよりハーフタイムに入ります。